じこぎつけ喉鳴らし喉鳴らし僕に無用の舐めくらい舐めくらい浮気しなんて足りぬと生きり立っては生きり立ってはいかものぐるいのあれぐるいあれぐるい貪欲な喉舌毒妖鳥プケプケ対戦よろしくお願いします。めっちゃキノコ食うとるなこいつ。というわけでね、マガイマガドに挑戦する前に、いやこれ正確にはね、マガイマガドに挑戦した後やねんけども、プケプケというね、なんかよくわかんねえモンスターがね残ってたんで、そいつを買っていこうと思います。それでは行きましょう。ヤンクックみたいな小ささやな。こいつでかいボイスか。ふっ、あいかわせない。方向かわせねえだろこれ。あでもなんかゲロスっぽいよなこいつ。さっきさムービーで毒食ってたけど、かつてねモンスターハンターにはゲロスという、うわやばい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 、ゲロスというね毒吐き妖怪がおってんやけどね、まあ、そいつのパクリみたいなやつやろどうせ。あーめっちゃ毒食らった。最悪の状態。えでも大丈夫大丈夫、毒食らってもそいつ、こいつでもなんかサイズ的にそんなに強くねえだろ。しっかりと小中攻撃を決めていき、鬼神斬りをぶち当てていく。鬼神ゲージもね一気に溜めていこう。いやこいつってさ、どこが V 破壊なの？なんかとりあえず顔は V 破壊っぽいよな。オッケーオッケーオッケー、いい感じにかわしていく。オッケー、で顔面壊せそうじゃない。あー決めた決めた、怒った怒った。で弱点属性はなんとなく火かなって思ってたんやけど、どう？うーめっちゃ顔真っ赤やん。顔真っ赤にして怒っちゃって恥ずかしくないんですか。俺にやられる様をそのままに受けちまいなってことで、俺何言っとんねん。うわー痛い痛い痛い、ごめんなさい調子乗りました。まあ、でもこいつはモチーフカメレオンしょーって、あーかんち、これね今ね横回避しようと思ったら前に攻撃しちゃった。もうちょっとさ、俺落ち着いて攻撃するってことを覚えればさ、こんなやつ速攻で倒せんじゃねえの。だから俺のさ自分のさ動画をさよく見返すんやけどさ、焦って攻撃しすぎ、明らかにさ攻撃に手かすか、俺おかしすぎんだよな。あーシップ切っちゃった。こんな柔らか尻尾やったらこいつマジで速攻死ぬんじゃねえ。この小中攻撃をさめちゃくちゃかましまくっとったらさ、多分速攻で倒せんだよ。ラングロトラ以上に倒せんじゃねえ。あーあああ羽も壊れたっぽいなこれ。あーあー顔面も壊れたっぽいな。えらいことなってきたよ。危ない危ない。ああ目の前におるな、まずいね。で俺は前までの俺はここで体力管理ができてなかったからよく死んでてんけど、今の俺はね成長に成長重ね、なんとね体力管理ができるようになったんでね、見てくれよこの成長っぷりを。よオッケーオッケーオッケー、そしてこの虫を使った攻撃もめちゃくちゃ使ってる。オッケー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 、撃ち落としていく。見てくれたか今、せい、さらに総流攻撃も、いやーテンポがいいね。プケプケライドオン、これうーわーなんかめっちゃ希少こいつの、なんかオッケーダウン回避、その調子だ、オッケーオッケーダウン回避、オッケー、あこうやって突進離脱を繰り返しまくったらよかったよな。いやいけるよこれね、ダメージレースむちゃくちゃ有利なんじゃない。で、さらに爆弾も羽についてる。で、いけるいける、オッケー、追撃の追撃もしていく。あーちょ待って、いやこれ爆弾ダメージでなんとか稼げねえか。あー無理だな、さすがにゴリ押しが過ぎたな。ちょっと尻尾乗ってくるわ。せい、顔面に叩き込んでいく。オッケーオッケー、いやこれはすんげーテンポいいよこれ。決まったぜ。マガイマガドにね戦うね
前っつっても、いや、これ実は、マガイ・マガドと戦った後やねんけども、マガイ・マガドと戦って成長した俺の場合は、プケプケなんていう雑魚モンスターは一瞬のうちに切り伏せてしまうと。いや、いかにしてね、このプケプケを瞬殺できるような力を得たのか。マガイ・マガドとの戦いを得て、どれほどの戦いをね、得てね、俺がこれほどの力を手にしたのか、この後皆さんに見ていただこうと思います。レッツ、マガイ・マガドファイト！修羅の猛獣、鬼人なりて。鬼人なりて。哀れな竜に、哀れな竜に、まといつく、まといつく。え、ちょっと飛びかかって、やばくね。せめて人たち。これ何？悲壮の覚悟。せめて人たち。うわ、めっちゃ強そう。あれやん、悠々白書に出てくるさ、魔界トーナメントに出てくる V やん。合唱合唱、我が敵の地引きの我流、引きの我流。マジで強そうやなこいつ。円弧流魔界マガド、退治していきましょう。行くぞ、始めるか。さあ行くぜ魔界マガド、デュエルスタート。外しちゃった、外しちゃったよ、衝撃外しちゃったけど、こいつ絶対入属性弱点やんな。あー、あれこいつあれか、人王がタイプやん。これこの動き方人王が臭いな。あー危ない、痛い痛い。とりあえず必殺技でゲージ貯めていこう。あ、こいつめっちゃ速ない、今の動き見た、みんなやばっ、速かったんけど。わあ、なんかダメージも全然伸びてないな。足のダメージがちょっとそんな弱いんかな。え、待って待って待って、何これ、今の何、今の何、なんかこいつあれやな、何やったっけ、ゾマゴアラやったっけ、なんかそんな名前のやつおったやん。名前出てこへん、シャガルマガラの前のやつ。追いかけるぞ。あいつに似てへん、恐竜状態とかもしかして実装されてんのかな。え、待って、何したのこいつ。ちょ、もう他のモンスターいじめんなよ。おい、俺との戦いに集中せえ、俺との戦いに集中せえへんかったら。ちょ、待て、俺がお前を助けてやる、だから貸してくれ、俺に力を貸してくれ、抑え槌。あいつを俺たちで倒そうぜ。これリズムゲーやかな、ここまで来たらリズムゲーよ。せい、オッケー、ルオン15、いいね。で、緊急回避を使ってここで一気に、で、獣同士は方向のデメリットを食らわんから、オッケー。さあ行くぜ、押さえづちの必殺ファンクション、押さえづちスラッシュ。あれ、スラッシュ、オッケー、ナイス。いや、こいつはいけるよ。いや、モンスターとの絆で、お前らの恨みは俺が背負ってやるから、一気に一緒に戦おうぜ、押さえづち。俺の体をみんなに貸すぞ。気をつけて。この状態以上なに、うわやばいやばい、お前尻尾そんな伸ばせんの、その攻撃知らんかってんけど。あー、待って待って、ダメージがでかいな、いちいち。ナージャンとジンオーガの合体版みたいな感じやな。硬いし火力も高いし。あー、まずいよ、この攻撃結構危なかったかもしれない。待って、なんかこの攻撃さ、ダメージ高そうやからさ、体力はさ、マックスを維持しておこう。この状態絶対やばいって。だからトランザムいたんや。オッケーオッケーオッケー、ナイスナイスナイス。ちょ、しっぽ切ろう。とりあえずこのやばそうなしっぽは切っとこうぜ。このしっぽはまずい。あ、さっきの伸び見たよな。あぶれあぶれ、ひっくらった、くらった。オッケー、お、温古流の円結晶と効果拾ってるよ。まずい、これ絶対まずい、今の攻撃絶対まずいよな。もう殺す気満々やったやん。オッケー、尻尾切ったよ。え、尻尾の刃を切ったんか。え、なんか顔、お前顔色悪くね。オッケー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 。
いただき。いやー、マガイマガと戦ってて楽しいな。オッケー。こいつのさ、後ろ取っとけば。うーわ、この爆発攻撃さ、食らったら絶対やばいよな。絶対これ竜属性攻撃やんな。やばいやばい、この状態なんやろ。このさ、寝転がって攻撃してるの、これなんなん、じゃれてんの、じゃれつく、じゃれつくは命中不安やから当たらんよ。でもなんかさ、ここまで来たらなんかそんなに 今のところやばい攻撃ってないよね。よしょい、いや、痛い、やばいやばい、火力が高すぎる、火力が高すぎる。ちょ、逃げろ、一体引こう。この爆発巻き終わると絶対死ぬ。お、待って、うわー、オリビア、やばい、攻撃力が2段階上昇じゃない、2段階下がっちゃうよ。え、待って、お前さ、なんか尻尾生えてね、ちょっと待って、お前なんか尻尾生えてない。あ、気のせい、俺の目が悪いだけ、俺の目が悪いだけよこれ。うわー、バカした、あっち、うわー、ちょっと待って、お前その姿何、お前ニューガンダムユニコーンモードデストロイモードみたいな感じで、ユニコーンモードデストロイモードってお前欲張りセットにも程があるだろう。それにしてもお前やばいやばい、あーちー、でもかわしていく、緊急回避は怠らない。うおう、ちょ、痛い、ちょ、まずいぞこれは、まずい、でも俺は諦めねえよ。オッケー、ひるましてなんとか場をつないでいけ、バオツライでいけ、危ねえ、この攻撃がまずい、いってぇ、雷帝や、お前ビッグマムの雷帝みてぇな、そこへ、やべやべ、いや、この攻撃絶対やべえだろ、マジで。ちょ待って、ちょ、明けの汁も、お前も、手伝ってくれ、お前も、俺と手伝ってくれ、頼む、あいつを倒さねえか、この腐ったよ、円弧竜をさ、俺たち二人でボコられへんか。ちょ、待て、俺に力を貸してくれ。オッケー、行くぞ、明けのシルム、ライドオン、熱っ、は、嘘だろ、ちょ、じゃあ、とりあえず小ダメージで稼いでいこう。いいぞ、オッケー、オッケー、くちばし攻撃で稼いでいけ、オッケー、オッケー、これで攻撃、オッケー、行くぜ、アケノシルム必殺ファンクション、アケノシルム突撃。お前マジで突っ込むだけやったんか、お前炎を吐いてくれよ。せめて炎を吐いてくれ。こいつの V 破壊どこなの、それがわからん。あー、痛い、回復を怠るな、回復を怠るな、うわ、危ない、うわ、何今の、ちょっと待って、あいつやっぱ尻尾生えてない、尻尾さ、根本から切り取らんとまずくね、え、お前ワープしてね、お前ワープしてねお前もしかしてシャドウザヘッジホッグか。オッケー、倒した、ね、ちょ、この尻尾切れ、さすがにこれ邪魔すぎるって。いや、これ2段階尻尾破壊とかじゃないんか、うるさい、うわっち、なんかさ、この、あ、長いマガドのさ、落とし物がさ、拡張ライトマガジンに見えた。ちょっとエーペックスやりすぎやもん。でもこれ、あ、嘘だろ、しくじった、まさかここでしくじるとはな。オッケー、やるぞ、あいつ弱ってる、足引きずってなかった今。うるさい、うわ、危ない、このオリビアまずいよ、オリビアの攻撃マジやばいよな、これ絶対やばい、あ、いって、後ろに下がられたが、ガブが壁ついてる、いや、でもここで一気に倒してしまう、もうここがお前の墓場となる、鎧武者はよ、おとなしく墓地に眠ってろ。いや、マジでここは油断せずに行こう。ちょ、お前ら、やばいのが来るぞ。うわ、いって、
あぶれ、これちゃんと衝撃当たっといてよかったな。これ多分これ衝撃当たってなかったらやばかったよ。ほんで顔面も破壊していく。じゃあここでも落とそう。くそ、こいつ単方向ずるいぞ。あ、いて、あっついって、はぁ、そんなコンボあり？マジかよ。それいけ。せい。いや、もうここで一気に倒そう、一気に倒そう、もうここで倒そう、もうここから畳みかけよう。オッケーオッケー、倒した倒した。いや、倒すではないか。うわ、オッケー。決まったぜ。ちょっと待って、最後誰倒した？俺じゃないよな、今の俺じゃないよな。おいおい、メープル、おいお前、縛られーな。お前、村のボスをさ、お前が持っていってどないすんねん。いや、でもええよええよ、倒したっていう結果が大事やからね。俺はそこら辺は優しいから全然いいぜ。ありがとうな。よーし、でもこれでやっと村の敵であるよ、エンコリュー、マガイマガド討伐完了でございますよ。うん、さて今回の配信はね、この辺で終わっていきましょうか。うん、次回の真剣抜刀5日目でお会いいたしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあな。